やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはコンバージヒーローズウルトラマン、こちらの方から、さあ今日5番目ですね、アグル、今日はアグルの方を見ていただきます。はい、いつものように足元から見ていきましょう。ウルトラマンアグルでございます。ついにこれもコミック、スタイルで登場ですね。この作りがもう本当にね、見てください。普通この辺だともうね黒い線がないんですけど、ちゃんと、黒いね、ラインが入ってまして、後ろの方もこうやって見ていくと細かいところまでちゃんと塗装されてますね。パーツのね、出来のクオリティなんかもすごくよくできてますね。下から上げた感じで見てこういう形になりますけど、顔がね、はっきりして、まあ、黄色い部分、目の部分がね、ちょっと薄い感じになりますけど、アップで撮ると、結構綺麗な、顔の形が分かるようになってます。腕はね、やはり同じように、後ろ前とぐるぐる回せる感じですね。角の部分だけ、稼働することが可能となっています。こう見ていきましょう。まず左側ですね。もう後ろの背面が綺麗なの分かってますから、背面もすごく、いい形で映ってます。で右側ですね。右側腕を、上までちょっと上げてみて、サイドの感じを見てます。なんかスカートみたいな感じのね、下のなんかマットみたいなところがすごく、今回新しいデザインっぽくてなかなかいいと思います。どうでしょうか。今回はアグル見ていただきました。ほんとね、コミックシリーズのウルトラマンが次々とこうやってコンバージ化していくのもすごく楽しいですよね。多少なんか最初のね、実物よりも造形なども変わってきてますんでね、これからも楽しみだと思います。今回は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをいただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。